佐々木和幸佐々木和幸は日本バプテスト連盟国際ミッションボランティアとしてルワンダ共和国へ派遣されているルワンダ共和国の平和と和解のために働いている日本バプテスト連盟用光大キリスト教会会員佐々木和幸は1965年横浜市に生まれる鹿児島大学農学部卒業コーネル大学国際農業 農村開発収支課程終了。1988年国際飢餓対策機構からエチオピアに派遣され、約8年間農村自立支援活動に従事。エチオピア在住の2000年にルワンダを訪問し、紛争の深い傷跡に衝撃を受ける。養豚プロジェクトの養子同年10月からブラッドフォード大学平和学部博士課程に在籍し、 ルワンダの紛争問題と平和構築について研究。ブラッドフォード大学平和学博士課程終了がスタート。2008年1月、償いのプロジェクトが政府の政策変更により一時中断に追い込まれる。2008年7月、プロジェクトが再開。2008年8月 NHK 取材班によるプロジェクトのドキュメンタリー制作が始まる。 2008年11月 NHK ドキュメンタリー償いと許しの家づくり放映2009年7月償いのプロジェクト第1期受刑者による償いの家づくりが終了延べ200名の受刑者が参加し25件が完成2009年9月償いのプロジェクト第2期契機を終えた虐殺加害者15名がボランティアで取り組む 償ぐいの家づくりがスタート。第1回ルワンダミッションスタディツアーに14名が参加。2009年11月、リーチの活動が、ルワンダワンダフルで紹介される。2010年4月中日ルワンダ大使館、主催ジェノサイド16周年記念会が、支援する会事務局のある、広密大、キリスト教会で開催。 2010年12月元受刑者による償いの家づくりが広がりを見せ、3つの集落で住居建設が始まる。参加者数計55名。2011年1月プロテスタント、連合大学であるピアスに平和学教員として迎えられ、ルワンダ発の平和、紛争研究学科立ち上げに着手。2011年3月家を建ててもらった被害者が、加害者と共に、 他の被害者のための家づくりに参加するようになる。2011年8月加害者と被害者が共に参加する共同プロジェクトの立ち上げについて検討を始める。2011年11月、償いのプロジェクトの立ち上げに向けて、東部県、ブゲセラ郡で虐殺生存被害者を対象にした、癒しに、セミナーと虐殺加害者を対象とした、 修復的正義セミナーを開始。2011年12月第2回、ルワンダミッションスタディツアーに12名が参加。2012年7月、償いのプロジェクトが、ブゲセラ軍原町区でスタート。刑期を終えた、虐殺加害者34名が被害者のための家づくりに着手。2012年12月期例軍での償いのプロジェクト第2期が終了。 3年間に及ぶ元受刑者の自主的な取り組みにより、虐殺生存被害者の家族のために、計19件が完成。2013年2月第1回、ルワンダ和解の現場訪問ツアー20名が参加。きれい、軍の2つの村で、被害者と加害者が共に働く、共同養豚プロジェクトがスタート。計64名が参加。2013年3月ピアス。 平和構築と開発学士課程に初の日本人留学生が入学。2013年5月ピアス。平和構築と開発学士課程がルワンダ政府に認可される。ピアスで第1回アフリカ大古地域平和ネットワーク会議開催。平和学コースを実施するウガンダ、コンゴミン東部ブ、ルンジの大学との協力が始まる。2013年7月記令。 軍郷同用トンプロジェクトのトン舎二棟が完成。2013年10月期令軍郷同用トンプロジェクトで豚の飼育が始まる。ピアス、平和構築と開発学士課程に、今後民とブルンジから4名の留学生が加わる。現在、平和構築専攻の学生数は、計68名。 郵便振替講座00250から0から112907佐々木さんを支援する会佐々木さんを支援する会 HP 佐々木さんの活動報告写真館等 http コロンスラッシュスラッシュ rwanda-wakai.net スラッシュ HP から入会可能ありがとうございます